はい、どうも皆さん、こんにちは、こんばんは、ラウンズでございます。今日はね、車のカーコロンでございますね。まあ、以前も変えたんですけども、もう前のね、つけてるサムライだったかな、こちら、サムライのアクアマリンだったかな。なんていうんですか、こう1000円ぐらいするちょっといいやつなんだけど、もう見ての通りね、もうちょっとしかないです。もうね、もうね、ここまでする匂うんだけど、なんかもうあんまり匂いがないんだよね。なんか思ったより、あんま持たなかったような。なんかこれね、あんまり長い間匂いがなかった感じなんですよ。まあ、どの位置もないし、ここに、こうやったら匂うんで、こう風をこう当ててたら、なんかこう匂うはずなんだけど、あんまりもうわかんない。っていうのは、まあ、自分はそう思うだけで、周りが多分わかんないけどね。まあ、どの位置もちょっとしかないので、新しいの買ってありますね。新しいのこちらでございます。じゃじゃんと。新しいのこれね、ファブリーズのやつですね。やっぱこれが安定してるかなって感じです、やっぱり。で、これは、アマゾンの定期の特便で買いましたので、結構安いです。あ、携帯持っていいね。確かね、詰め替え用で、アマゾンで定期お得品で買うと390何円って、すげえ安いんですよ。これね、これ値段を気にする方なら、安くない？っていうぐらい安いです。普通に買ってもね、400、230円ぐらいなんです。ちょっとスマホ今ね、もう忘れちゃったんじゃないんだけど、だからね、400円切るぐらい。正規お得品ならね。普通に買って、Amazon ね、普通買っても420円とかね。ちなみに、安いの、トライアルで買って、この詰め替えが590円とか、そんぐらいなんですよ。だから100円ぐらい安い。まあ、どっちでもいいよね、買うのは。まあ、自分は安い方がいいんで、もちろん定期お得品で買ったやつで、まあ、前買ったやつって。で、そもそも開封しようということで。これがね、やっぱね、これが安定してる。っていうのは、前のやつね、前つって今までつけてたやつっていうのは、この侍のやつね、まあまあいい匂いがあったんだけど、なんだろうね、もうなんか、1週間もしたらもうわかんないレベルなのと、あとこっちは消臭が入ってないですよ。で、こっちはね、わかります？ダブル消臭。ね。裏にも消臭&芳香とね。芳香剤だけど、消臭&芳香っていう両方入ってるやつなんですよね。これ何がいいかっていうと、芳香剤だけだと嫌な匂いを、取ってくれない。でもこれが消臭&芳香なんで、車内の嫌な匂いを消しつつも、いい匂いを出すよ、みたいな。まあ、やっぱいいよね、こっちの方がっていう まあ、あれをつけた感想ではね。まあ、これ個人的感想だけど。で、このね、もう詰め替え用なんで、キャップを取ると。まあ、緑もいいよね。なんて言うんだろうね。フレッシュハーモニーって書いてあるね。香りの成分としては。ミントではないんだけど、なんだろう、こう、ちょっとこう、柑橘系に若干近いのかな。若干ね、柑橘系ではないんだけど、なんだろうな、こう、ラベンダーじゃないけど、なんかね、こう、軽い甘い香りをしつつ、鼻詰まってるね、ちょっと詰まってるけど。なんだろう。表現難す。これまた、多分同じ匂いでも、こう、人の感じ方が違うからね。俺のまま参考にならねえかもしれない。これ、どっちがどっちだったっけ？一応、方向があって、これね、表と裏があるんですよ。ね。この凸凹のあれがね、ちょっと違うんだよね。表にはこの、ファブリーズの絵があって、裏にはないみたいな。これの方向に、このままこれが表向きになると。あったこれでバッチリです。あとは上の調整ね。マイナスにするとこの裏がこうなって、プラス5にすると開くっていう。まあ、簡単だけど、
あの、まあ、一番こう扱いやすいんだよね、これ。だから匂いが強いなと思えば1番にすればいいし、匂いが弱いなと思ったら5番にすると。で最近は、あと、エアコンね、まあ、送風口から、なんだろう、上から出すことってこれ人それぞれだからね、これもエアコンの送風口のあれって。でも、あったかいやつっていうのは基本的に下、まだ下からかなっていうので、これを下の送風口につける。前もこれ、下の送風口つけてたんですよ。だから、ちょっと暖房ピッて入れるじゃないですか。だからもう送風口が下だから、もう匂うわけですよ。だからこれを今上につけても、あんま意味ないんだよね。夏はエアコンだから、ね、冷たい空気でエアコンだから上の送風口でいいんだけど、今回もまた下につけてね、いい香りを漂わせてみようと思います。で、こっちね、わかるかな？助手席側ね。これグローボックスね。助手席側のムーブの場合は、まあムーブっていうか車全般大体この辺にあるよね。これがちなみにムーブの送風口ね。で、ここに、まあ、この、航行台ね、こんな感じで、取り付け部分がね、縦でも横でもいけるようになってるんで、これをここに取り付けると。よし。これで OK です。まあ、普通に運転する限りは、まあ、取れないですね。蹴飛ばしたら落ちるかもしれないけど、まあ、不安ならこう、いろいろやってみたり、まあ、車によってね、あと、取り付けれるやつ、取り付けれないやつがあるんで、まあ、その辺はね、注意しながらやってみたらいいと思います。こっちだったかな？これでもいいか。こっちの方がちょっと安定してるな。あ、こっちの方が全然硬いわ。この今、白いところにつけると、ちょっとね、こう、軽くいる、動いちゃうんですよね。で、黒いところは、こっちがね、ちょっとね、膨らんでるんですよ。これに引っかかってくれるんで、結構固めにつく感じですね。もうこの辺にあれば匂いが ここなんで、そのまま匂いにこう流れて出てくるっていうイメージですね。ただまあ閉じてても結構車内匂います。はい、ということでね、今回はこのフレッシュハーモニーを、この車内のね方向材として取り付けてみたと、いった感じでございます。ちょっとだけファン回してみようか。ね、実際鼻で匂うのと、またこう車の中でふわっと匂うのとまたちょっと違うんだよね。ほぼ一緒なんだけど、なんかこう違うんだよね。ちょっとファンだけ回そうか。やっぱこう青はこうスカッシュ系っていうのかな、なんだけど、緑はやっぱこうなんだろ う, こう若干ね、こうスイート系に近いのかな。 なんかね、少し甘いのが混じって、少しね、ローズ系みたいにがっつりこう甘いじゃなくて、甘いじゃないんですよ。甘いまでないんだけど、少しねこう甘い成分がありつつ、なんかこうちょっと スイート系っていうのかな、が入ってるって感じだね。やっぱりちょっとこうスカッとした レモンじゃないんだけど、なんかそれがこう混じってて、まあ確かにイメージ的にはこの緑の感じなんですよ。まあ詳しくはね、どっかお店で香ってみるのもいいかもしれない。香りばっかりはね、こう人それぞれ本当好みがあるんで、今ファン回ってるの分かるね。結構回してるんだけど、まあいい感じだね。で、まあ運転席と助手席ってあるじゃないですか。で、まあ助手席に基本的につけます。で、この、まあ、理由っていうのは、まあ、そのまんまっていうのかな。まあ、例えば、まあ、落下したことはないんだけど、一応ね、やっぱ運転してる時に、この、なんだろう、運転席で万が一なんかでこう、カタッと落ちたら、こう、運転中に落ちたら、こう、気になるじゃないですか、こう、おおってね、こう。その、ちょっと、危ないじゃないですか、そうだったら、運転中になったら。助手席があったら万が一落ちたとしても、まあ、助手席に誰か乗ってたとしても、別に助手席の人がわってなるだけだけど、運転席で運転してて、こう、ね、足元にポッてなんか、ね、無意識のうちにパッと落ちたらびっくりするんで、それが危ないから、一応助手席側につけてると。で、これね、助手席側に、助手席にこう知らないで乗るじゃないですか。だからみんなこれあるの気づかないですよね、意外と。で、まあ、軽自動車の場合結構こう見えてるんだけど、普通車の場合、もうちょっとこう奥側にあるんですよ。だからもう全く見えないです。こうやって、シートをこうやって覗いたらやっと見えるぐらいなんで、どっちかというと普通車の方が全く見えないんで、どっちかというとおすすめになるのかな。軽自動車の場合は、まあ見えて、普通に見えます。
はい、今この自分視点ね、自分視点、自分視点からのほら見えるんですよ。だから でもこれ助手席に乗る人ね、言われないと意外と気づかない方向剤って感じ。もうちょっと奥側に入らなかったのかな。これの場合はもうこの奥側にはちょっとつけれないですね。うん、まあ、ベストが今やっぱりここ位置かな。はい、ということで、最近はねまたこう車の、まあ、買い替え時期っていうのか、ちょうど高校生がね卒業してまたこう車をね初めて乗るっていう方もいると思いますので、まあ、この辺をね参考にしてみてください。この写真上ではねやっぱこう上につける気温になってるんですよね。だからこう上は送風口じゃないし、あの暖房系を前から出してるとすごいこう乾燥するんで、この辺がね、この辺がバッて乾燥するんで、基本は暖房は下からね、オートとかにしてたら大体下から出るんだけど、まあ、その場合はね、だから夏になるとこの上ね、この見えてるこの上につけると。で、冬は下につけると。まあ、そんな感じにね、自分はしております。はい。ということで、今回はファブリーズの火用を付け替えてみたと。った感じでございます。概要欄リンク貼っておくんでぜひね見てみてください。なかなかまあまあまあ香りはいろいろあるんだけど、評判はまあこれ良かった、これ初めて買ったのかな、見てください。はい、基本青がやっぱり主流になるのが、主流というか一番売れてるんじゃないかと思います。以上でございます。ご視聴ありがとうございました。じゃあねー。